Time to B-Drive News。 6月7日土曜日、京都ファン J で開催されたブレイクスルーに B-Drive オフィシャルチームがバックダンサーとして参加しました。ブレイクスルーは主催者ボグさんによる2ヶ月前に開催されているライブイベント。京都の若手シンガーから全国的に活躍されているアーティストさんまで登場します。それではビートライブ Under18 がバックダンサーとして踊ったボグさんのライブの様子をご覧いただきましょう。どこまでも続いてく青空に手も伸ばし誓うよ。初めの一歩踏み出そう。まんゆで自身で染めた色をやがていつか認めてもらう日まで駆け抜けて駆け抜けて向こうに待って誰にでもいいチャンスを逃さずつかめ。 Just living my life, just living my life。 向こう暗闇のは今の自分に失礼だろう。今を生きると。武勇伝に続いてバックダンサーを務めさせていただきましたボグさんです。イエーイ。今日の私たちのバックダンサーはどうでしたか？いやめちゃめちゃかっこよかったです。メロンさん後ろから見てどうでした？すごく楽しかったです。一緒に盛り上がりました。ブレイクスルーの今後について聞かせてください。もうより、もう本当にね、京都のね、いろんな方に遊びに来ていただいて、楽しんでいただけるようにライブもダンスももう全て音楽というツールを通して楽しんでいけれるイベントにしていきたいなと思ってますので、ぜひよかったらまたブレイクスルー遊びに来てください。お願いします。ビーバー MTV。続いてビートライブ Under12 と Under15 がバックダンサーとして踊ったメインズさんのライブをご覧いただきましょう。楽しかったですけど、みんなは楽しかったですか？
スを後ろから見られてどうでしたか？もうみんなかっこよかったです。Next up is information guide. 新作情報を教えてください。はい、6月25日リリースの、カバーアルバムですね。今回初めてメイズが夏をプロデュースするっていう、そんなコンセプトでカバーミニアルバムが、発売です。まあ、今日ね一緒に踊りましたけど、その中の一曲も、はい、本当にみんなで踊って歌って、本当に夏を最高に楽しめるようなアルバムになりました。